元気玉が弾け飛ぶぜ Go Go Let's Reach チャラチャチャチャうんごめくん、hey. 怪しい、hey. エナジー容赦はしないぜ見てろよチャ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 命に変えても守るよ守るよ愛する勇気を強さに変えろチャチャチャやり抜く気合いでパパパンピンチを越えてくチャチャチャ手強いやつほどワクワクもでかいぜチャチャンチャチャンチャ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 ンチャチャンドッカンドッカンついてるチャカチャンドッカンドッカンチャンスさ滝の風にビュンビュンの音チャカチャカチャンドッカンドッカンついてるドッカンドッカン明日も答えをもう魂は知ってるのさドラゴンソウル Hey! さあ、やってきました。エイジ767。今回セル編ですね。やってこう。あ、セル来たやん。もうドラゴンボールザブレイカーズやってっから、なんかセルがね、ふざけんな久しぶりのあるキャラになってきたわ。もう17号、18号やん。太陽剣太陽剣やばいよ、座れるぞ、お前ら。近づくと。このセルマジキモいよな。は ?2 体同時に吸ったやん。やばくね ?2 体同時はえぐくね ?17 号、18号、2体同時に吸ったぞ、こいつ。やばくねおい、やばいて。完全体になってるて。えぐいて。これ、僕ね。そんな、セルが。17号と18号を吸収して一気に完全体にほらトランクスも言ってるやんこれやばいやん一気に完全体になりやがったぞ本当は違うんか本当は違うよ、本来ならそうなんやな17号を吸収してから18号2人同時に吸ってもう完全体になっちゃったって話ね結局吸収するんかいえぐいやんそれはそうなんですけど確かに何かが変わっちまうのかやっぱセルは精神と時の部屋を使いそうだそうだそうだたった一日で強くなった父さんと俺を見てそうだスーパーベジータみたいなやつねあのめっちゃムキムキになる謎の完全体になってスーパー星人のジョイコ感みたいなやつねセルゲームを開催しようとも思わないでしょう、面倒じゃのお前さんちょっくら行って姿見せてきたらどうじゃちょっくら行ってくるってわけかあの頃より強くなっとるじゃろうからしょうがねえなセルもその気になるんじゃないかのそんな無茶苦茶な俺が行けってわけねっていうかこんなに一気に変身しちゃったらやばクリリン君が結婚できなくなっちゃうんじゃないクリリン君結婚できないってえぐいてえそやばくねそうなんでしょうかクリリン結婚ができなくなるってやばくねそうよもう鈍いんだからクリリンと18号の結婚ってなんかいいよなお仕事お仕事、うん、なんかよくね今回のサポートはトランクスでいいわよねさあちゅうことで行くぞはい今回からセル編ということで、非常に熱い親子カメハメハが見られるんじゃなかろうかということで楽しみですね。恋愛イベントには超疎いけど、戦いの方は大丈夫よね。チェケチェチュー。そっちはいいじゃないですか。もう。トランクスマジ声いいよな、こいつ。じゃ、ま、気をつけて行ってくるんじゃぞ。マジ声いいよな、こいつな。よっしゃ、行くぞ。行ってきます。とりあえずセルが完全体になるのを防ぎ行けってことな。渦巻く策略人造人間セル登場しゃ行くぞおピッコロ大先生やんかの有名なピッコロ大先生と共闘かこいつらおしゃれなんよなちょっとうんこいつらちょっとおしゃれなんよな18号17号ねやばい強くなってるこいつら俺は孫悟空を知りたいだけだちょっとね、スキルとかも前回からちょっとパワーアップして、フリーザ師匠にしたりしてね、あのデスビームとか覚えたんで、はい、ほら、イケミンデスビーム覚えてるし、ほら、このコンボ強いんよ。ラッシュしてからのデスビームのコンボ強くね。ということでね、あの前回でもパワーアップしてるんで、はい、やっていきましょう。待って強い相手も強なってるわやばい相手も強なってるぞ大丈夫かお前でもピッコロでもいい
早く諦めて。孫悟空の場所、そうだ、こいつら孫悟空の場所知りたがってんだよな。俺のエネルギーは永久に減らない。人造人間登場した時のさ、強キャラ感やばかったよね、うん、おいセル来てるって、やばいって。来たじゃん、月気もセル。セルも強なっとるんか、やっぱ。なるほどな。おち、ジョージ号味方やん。この私が、あれセルこんな声だっけ。セルのキャラデザマジでキモすぎるよな、これ。ただ完全体はかっこいいけどさ、お前だけでも逃げる。ナイス、避けるね。やっぱ相手も強なっとるけど、何の必殺技が強いんだろう、うん、お16号やん。じゃあやるぞ、16号。16号はスーパー星人2ご飯になるための必須な存在だからな、こいつ。な、何をしてるんだ16号。ほらデスビームやっぱ強くね。それ以外に方法は、デスビーム3本打ちが強えよ。データ16号は互角の実力。あ、バイオハザードインストールされた。セットか。ナイス。あ、行ったよ。お前を刺してやる。出てきやがれ。ちょうど行ったよ。望み通り出てきてやったぞ。望み通り出てきてやったぞ。ああ、されたわ。17号座れちまったよ。次第二形態でやるんかな、どうなんだろう。そうだ、それでいい、それでいいやって。やればできるじゃないか。やればできるじゃあねえか。さあ帰ってきましたよ、ここに。おなじみのこの場所にね。お帰りなさい。これでオッケーってこと。もう帰ってきちゃうんだね。無事歴史の改変を食い止めましたね。セル編どういう感じで改変されてんだろうな、歴史。これ気になるよな。しかしこれでめでたしめでたしとはいかんだろう、いかんだろうよねえ。そうよ、あのあと結局セルは17号と18号を吸収して完全体になってしまったようじゃぞ、うんうん、それは正しい歴史なんだけどさ、どうなっていくんだろうね。でもそれが本来の歴史の流れだから仕方ないわよ。こっからどう変わるんだろうっていう。それよりトワとミラがまだ姿を見せていないのが気になるわ。あいつらね、あの謎の存在ね。あいつらこれで無事解決したとは思えないし、うん、この歴史は引き続きチェックしていただいてね。親子カメハメハ見たいね。親子カメハメハ。それは俺に任せてください。俺に任せてくださいと言ってるね。あなたはひとまずゆっくり休んでください。お疲れ様でした。休んでくださいだってよ。はい、やってきましたよ。来たか。ちょっとレベル上げてきました。はい、怪しい気配が。レベル上げたというかステータスね、能力強化してきました。この歴史では、うん、完全体になったセルによってセルゲームというものが開催されています。セルゲームね。しかしこのゲームに本来参加しないはずの戦士が紛れ込もうとしています。にゃんだって。誰だそいつは。誰だ。ミラね。ミラが参加してるだと。おい、やべえじゃねえかよ。あいつは時の流れから外れた存在。あいつが参加してんのか、セルゲームに。まずいね。なるほどね。あいつが参加してるからまずいということ。任せておけ。しゃあねえな、行くしかねえだろ。それはもうトランクス。はい、じゃあ行くか。挽回戦でさ、挽回戦です。さあやっていくぞお前ら。でもさ、結構早くない、進むの。これさ、ドラゴンボールスーパーの話とかもシナリオに含まれてんのかな。待って、来たわ。暗黒幕への最強戦士ミラ。お、この二人のバトルやん、熱い。これ覚えてるわ、子供の頃見たの。この二人のバトル熱いよね。おい、いるじゃねえか、こいつが。やってやんぜ。勝てんぜ、お前は。やってこう。タイムパトローラーの名にかけて。はい、やこいつ弱いな。実力の差は。デスビームさ、有能すぎ。お前の闘志は揺らがない。デスビーム超有能じゃね。どんなに相手が強かろうと、ナイス。諦めたりしない。その得体の知れない強さ、興味深い男だ。興味深い男だって。
はい、ナイス、オーケー。連れて行く。ただの腕自慢なら俺の敵ではない。ミラちょっと声かっこいいな。あ、こいつ弱いな。俺全然ダメージ食らってねえぞ。いけたわ俺、レベル上げした回あったね。いいねいいねいいね。もう死ぬやんこいつ。あ、もうクリア臭いなこれ。そうだそうだ、オーケー。すんなりいったわ。何、どうなんのよこっから。お待たせミラ。来た。準備が整ったわよ。こいつさ、どんくらい強いのかわかんねえんだよ。今度は何をするつもりだ、とは。まだバトってないじゃん。このことは。今回はなかなか楽しんでもらえると思うわよ。楽しんでもらえると思うわよ。いい声しとるやん、あんちゃん。あんちゃんいい声しとるやん。はい、クリア。いいね。今レベル23か。なんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと超えてや。ナイス、Z ランクゲット。セルの気がいきなり膨れ上がった。は？トアの魔術だな。セルが強くなったってわけね。まあそうなると思ってたけどさ。残念ですが、うん、俺が手伝えるのはここまでです。なるほどな。この歴史には昔の俺もいますから。昔のトランクスがいるから、パワーアップしたセルは恐ろしい。一緒に戦えないんだ。以前も奴らは同じ手を使ってたことがあります。なるほどね、そういうことか。他にも何か仕掛けてくるかもしれません。オッケーだ。くれぐれもお気をつけて。そろそろさ、ごはんちゃん進化するんちゃうね。ごはんちゃんの進化見れるんじゃない、そろそろ。楽しみでさ、ちょっと、うん、どうなんのよあんちゃん。あんちゃんどうなんのよ。やばい、セル強くなってる、やばい。あ、セルジュニアじゃん。セルジュニア超強いからね。あの Z 戦士たちでもさ、普通に勝てないレベルで強いからセルジュニア。あ、目覚めよ孫悟飯じゃん。もうご飯ちゃん進化するぞ。天津飯とヤムチャと共闘。あー、でもあんま強くないわセルジュニア。数多いからやっぱ弱くなってるね、一体一体。私の子供。天津飯のさ、天津飯のさ、飛行法強いよ。自分の体力を捨ててさ、撃つやつ。飛行法穴開くやつね。やめろ。はい、ナイス。この下の穴ってさ、天津飯が開けたんちゃう？これ飛行法で。この下の穴。違う？多分そうだよね。なんかごはんちゃんが喋ってるわ。どうやったらその力が出せるの。その力を出したいだって。お前強いな。待って、やむちゃ死ぬ、やむちゃ死ぬ。やむちゃ死ぬぞ、おい。やむちゃ死ぬぞ。大丈夫か。オッケー、 KO ナイス。あと何体を。終わりだ。頼む。あと一体いたわ。あの子供の死に迫れば、セルがいるんだぞ。サタンが投げるんだよね、確かに。16号ね。あ、クリアじゃない、もう。クリアじゃん。世界チャンピオンらしいから。ヤムチャ死ななかったわ。てか俺ノーダメじゃね。よし、強くね。いや、そろそろ俺さ、服装カスタマイズしたいな。チャンピオンが逃げたんだ。ずっとこのラディッツ戦の時のゴアンちゃんの服着てるから。よし、放り投げるぞ。これ可愛くない。シャレー、ね、そろそろ服装変えてみようか次。戦後、正しいことのために戦うことは罪ではない。16号いいキャラだよな、こいつ。精神を怒りのまま、自由に17号は入れると問題だけどね、あいつ。ただスーパーで苦戦するからな。もう我慢することはない。GT でもさ、17号出てくるもん、やっぱ。17号って意外と人気のキャラなんだよな、やっぱな。余計なお世話だ。余計なお世話だ。出来損ないの。セール。おい、ごはんちゃん進化するぞ、これ多分。ごはんちゃん来ました。スーパーサイヤ人2。この時のごはんちゃんが一番強いスタイルからな。まあ最近でビーストになったけど。やっと真の姿を。オッケー、やれるぞ。
これで面白くなってきたぞ。面白くなってきたずるい。覚醒したぞ。まだ本来の歴史と違ってスレジニアが残っています。なるほどね、本来と違ってスレジニアが生きてるとこの時点で。なるほど、いい気になるね。ご飯ちゃんこの時マジ強えだね。マジかっこいいさ。はい、ナイス、オッケー。とりあえずセルジニアやるか俺が。うん、ご飯ちゃんにセル任せて俺はセルジニアちょっと2回取りするか。このさ、マジでコンボからのデスビームのコンボ、このさ、典型的なテンプレパターン、これ強い。やばい、まずいまずい。まあまあ強いって、セルちゃん。こんな奴がこの世に存在すると。セルちゃん、おいおい、ナイスワンちゃん、いいね。これセルいけるぞ。もう一体いたわ、セルちゃん。これさ、ワンちゃん勝てるな、うん、勝てる勝てる。おい、まずいまずいまずい。フリーザンって結構負けたからさ、セル大丈夫かなと思ったけど意外といけそうだわ。うん、ナイス、オーケー、フィニッシュ。これセル意外といけるくさいな俺多分。うん、レベル上がったんじゃない。それが限界だとしたら飛んだ期待。今ので C、 俺今ので C かよ。てかまだ終わってないんだね。このさ、稲妻みたいなやつかっこいいよね。あ、あれは何よ。なんだ、おい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 、メタルクーラー来たぞ。おいおいおい、待ってくれ。これゼノバース2ってあれだね、劇場版のキャラが出てくるんだ、相手で。30体はえぐいって。来た、メタルクーラー、えぐいて。8体でいいか、8体でいいかい。参加させてもらうぞ、俺たちも。まクーラー出てきたじゃん、メタルクーラーが。その時の劇場版も懐かしいわ。メタルクーラーがセルゲーム来たんかい、えぐいやん。あ、ごはんちゃんも一応共闘してるわ。おい、セルも一緒にいんの、それは聞いてねえよ。おい、セルは一緒にいんの聞けねえぞ、おい。セル一緒にすんのは聞いてねえな。やばい、セルからダメージ食らってるって俺、まずいって。メタルクーラーに集中できないって俺。おい、セルがやってくるんだけど、めっちゃ。おい、セルもデスビーム使うやん、やっぱフリーザの細胞入ってから。なるほどね、ワームホールの向こうに行けたタンクスが。あと3体じゃん。はい、6体目、オッケー、オッケー、あと2人。メタルクーラーでもそんな強くねえわ。数の暴力って感じだな、数の暴力。メテオラス強。待って、またメタルクーラーってやんじゃねえだろうな、もう一回。それ話聞いてねえぞ、まさか。またやるんじゃねえだろうな、まさか。もう一回やる、もう一回やる系男子発動しちゃう。多分その流れだよね、もう一回やる系男子だよね多分ね。ほらマジで、はい、メタルクーラー強なってるって。ほんで、はい、メタルクーラー戦だわ。はい、10体。ただまだセルがいないだけマシっていうか、メテオラッシュ強、メテオラッシュ鬼強いやん、バケモン強いやん、これ強い強い強い。あ、でも多いなー、でもこれ一人はきついな、言うて。ただ言うていける。うん、デスビーム最強、デスビーム最強ですこれマジで。はい、ナイス、はい、チョレイチョチョレイチョチョレイチョ、ナイス。はい、ヨットラセ
ヨットランセイロー、オーケー、ナイス、いけるいける、うん、あと4体でさね、はい、でもやっぱさ肉弾戦タイプいいね、うん、ドラゴンボールでもさ俺の目標としてあれかな、肉弾戦しつつ気弾系の必殺技を上げるっていう、多分それが俺に合ってるのかな、ね、ただもっと強くなっていきたいよ、ただメタルクーラー多分いけるわ、うん、やばくねマジで、あとめっちゃ多いめっちゃ多い、あと1体つっても敵はまだいるんだ、ナイス、トランクスちゃん来たじゃん、まだやるんかい、12体はえぐいて、12体はえぐいて、そっか最初の8と10と12で30体、そういうことか、なるほどな、ただねメタルクーラー強くねえわ、勝てると思っているのか、勝てるぞ、そっちこそ俺が何の作戦も立てずに突っ込んできたと思ってるのか、オランダトランクス、俺の母さんは天才科学者、お俺の趣味も光りきり、やっぱトランクスでも余裕で倒せるぐらいだこいつね、自熱プログラムを仕掛けてきた、俺の欠点として全然まだコンボ覚えてないっていう、そう四角何回押せるとかさ、それ今適当な感じなんだよね、四角全部押してみたり時折三角回してみたりとか全部三角に行ったりとか、そうそのコンボ完璧に覚えたら俺超強いんちゃう、そういうとこですわ、あと4体やない、いけるで、こいついけるで、ナイス、あと3体よ、うん、いけるいける、はい、ナイス、はい、はいよー、いけるよー、はい、ナイス、あと1体、こいつラストやん、これメタルクーラー意外と余裕だったね、多分最後にステルフやるからそれ勝てるかどうかだな俺、うん、おメタルクーラー戦あっけなく終了、はい、かっこいい、これでここは一安心です、みんなのところへ戻ってもらえますか、了解だ、かっけえよトランクス、やっぱね、トランクスってかっこいいよね、今時風の男子だよな、トランクス人気だったら最近の子からしたらね、教えがいがありそう、はい、やっぱ続くわ、来た最後のカメハメハです、みんな多分これがラストミッションだ、セル編行くぞ、セルを倒す、絶対行くぜ、ただセルが強くなってっからこれまずいぞ、うん、俺はまた突撃からサポートさせてもらいます、やばい、強え強え、すみません、よろしくお願いします、ちょっとセル強えわやっぱ、うん、ちょっとセル強えわ、待ってゴンちゃんもう体力半分しかないじゃん、どうした、うん、さらにここは無事に戻ってきたのだ、うん、さらにうん、せーる連続エネルギー派や、この時のゴアンちゃん超強いからね、この時殺したかったと思っていた、待って、まずいまずい、はぁゴアンちゃん死んだじゃん、次回ゴアンフェスデュエル3倍してるやん、やばいって。おいご飯しすよ。やばいって。あのよさ、太陽様に手伝ってもらって、今だけ特別に喋ってんだ。やべえって。そうこれ悟空いなかったらこれさ、地球滅亡したからねこれね。悟空いなかったら。待ってやばくね？セル超強えわ。これ嫌な予感する嫌な予感する。まずいまずい、カメハメはまずい、えぐいて、いや負けたわ、ちゃっかり負けたわ、うん、なんてざまだ、ちゃっかり負けた、はい皆さんこんにちは、2戦目やっていきましょう、
ちょ、ごはんちゃん死んだのは想定外だったな、さっき。うん。やっぱ強えわ。一筋縄じゃいかねえわ。うん。強え強え。死の口つけをつけ。私をサーラニーサーラニーセルの声って真似したくなるよな。何を無事待って、やべえ体力めっちゃ多いんだけど。うん、セル強え。しかも全然くだわね、くだわねえよ俺の通常攻撃。この手で殺したかったと思っていた。めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる。やばい、つえー、これ負けないよね、大丈夫だよね。オッケー、連続エネルギーがため強い。ナイスナイス。待って、つえー、避ける避ける。安定のデスビームね。でもコンボとデスビームコンボさ、続けてったら多分勝てると思うんだよ、落ち着いて。もしくはエネルギー派コンボね。このコンボ強えから、このコンボ諦めなければ多分いけるんだよ。うん、頑張れ俺、頑張れ川田、頑張れ川田なあ。いけるいける。孫悟飯は死んでないからまだ。多分さっきご飯ちゃん強敵にしたからさ、強敵に。だから多分ご飯ちゃんやられちゃったんだよ。そう、これ多分俺が攻撃しまくれば、攻撃は最大の防御だから、ご飯ちゃん死なねえんだわ俺は攻撃しまくれば。いけるいけるいける。さあ言うて強い言うて強い。あ、ごはんちゃんナイスナイス援護ナイス援護。俺は親子カメハメラが見てえぞ。うん、これ多分いったな。うーん、セールオッケーフィニッシュ。皆さんセル編多分クリアです、ありがとう。そうだエース、素晴らしい。あればできるじゃないか、素晴らしい。さあ来ました、来たー、このシーン、伝説のシーン来たよ。みんな ナイスー、素晴らしい。強すぎんだろ。はい、よくやったぜお前は。ご飯、こっからご飯が主人公に変わるんだよね、セル編の次からね。よりよかったあいつ、素晴らしい。やったやった。どうやら助かったようだな俺たちは。天津飯イケボー、天津飯イケボーで草、素晴らしい。セル編クリアです、ありがとう。おかえりなさい。よっしゃ、今回はびっくりしたの。びっくりしたの。クーラーがあんなに大量に押し寄せてくるとは。うん、しかしトランクスのおかげでなんとかなってよかったわい。本当だわ、よかったわ。ええ、まさかトランクスがあそこであんな起点を聞かせるとはね。メタルクーラー来たのはビビったな。時の海王神様、うん、そのつもりで、セルゲームにメタルクーラー参戦は誰も想像できん、うん、誰もわからん、それは。え、うん、ええー、そうよ、想定外すぎたら決まってるじゃない。オッケー、ナイスクリアということでですね、素晴らしいです、ナイスです。何よ、ということでシャープ5セル編でしたね、みんな。じゃあ今回の動画ここまでにして、やれやれ、この続きは次回から進めていきましょう。やれやれということで、皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあねみんな、バイバーイ。